どうも、みつでございます。今回は、懸賞当選、届いたのこれです。っていうことで、開封してね、ちょっとコメントしていきたいと思います。他にもね、社会問題とか、資格の話とか、いろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストに、わかりやすく分類されてますので、再生リスト上の方のね、この動画も一回見てみてください。あとこのチャンネルはですね、僕がね、当たった、当選品とか、いろんなね、経験したことを中心に紹介しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、もう、夜中のね、もう1時過ぎてるんで、これをね、撮ったら、寝ようと思ってるんですけどもね。それじゃあ早速ですね、この大きい、封筒を、開封しましてね、それについて、コメントをしていくというね、形でやりたいと思います。映って見えるか。じゃあね、結構最近ちょっとメルカリの動画も作ったんですけどね、全然再生されていなくてですね、よかったらメルカリも興味あるよとかね、見てもいいよという方はぜひぜひね、見ていただきたいんですけども、ですね、ちょっと。いきますよ。これね、結構すごいんじゃないかな。いきますよ。当たったのは、これなんです。僕ね、こういうサイン色紙当たったのって多分初めてじゃないかな。で、これね、誰のサイン色紙かわかります？クイズ。ね。当たったら、当たったらあげるって言っちゃうとちょっとね、まずいんですけども、これ、なんて読めますかね。下は、秋山って読めますよね。で、これがですね、どなたかというと、ですね、秋山まゆみさんとおっしゃるのかな？マリンさんかな？秋山マリンさんですね。秋山マリンさんという方が、こちらの、この、美女ですね、美女。こちらの。ちょっとぼやけちゃうかな。秋山マリンさんっていうのはどういう人なのかというとですね、スポーツキャスターって言ってますね、スポーツキャスター。まあちょっとですね、僕、情報がね、よくわからないんで、この、ここで、これかな。秋山マリーさんね。これね、この雑誌で当たったんですけどもね。独立行政法人、環境再生、保全機構発行の、健やかライフですね。これで、スポーツキャスターのね、秋山マリーさんの、サイン色紙。ただね、本商品の、転売、換金は固く禁じますとなってるんでね。たまたまメルカリの、動画を作ったんですよというのはね、ご紹介したんですけども、そこに出品するとね、本製品の、転売、換金は固く禁じますっていうことになってるんでね。これはちょっと控えておこうかなと、怒られそうなんでね。ちょっとそこはやっていこうと、やっていこうというかね、しないでおこうと思っております。まあ、あとね、ウェブ版の、健やかライフっていうのもね、あるようなんで、よかったらですね、この QR コードとかね、健やかライフというので、見ていただければいいのかなと、思っております。今回はね、こちらの、秋山マリンさん、こちらの秋山マリンさんの、
サイン色紙がね当たったということで、僕のね、検証人生でもサイン色紙当たったのは初めてじゃないかな。ですね。なんかね、応募した、記憶はありますね。ただこの秋山マリンさんについては、僕ね、全然分かってないんですよね。どういう人なのか。ただまあスポーツキャスターっていう風にね、なってるので、これからね、ちょっと調べてみようかなと思ってるんで、ぜひですね、秋山マリンさん知ってるよとかね、当たっていいなという方はコメント書いていただけるとありがたいのでね、僕はちょっとどれだけすごい方なのかっていうのはいまいちちょっと分かってないので、その辺をね、自分なりにちょっと調べて、大事にね、飾ろうかなと、そういう風に思っております。まああとちょっとね、話を、長くね少し、しようかなと、ちょっと伸ばそうかなっていうところもあるんですけども、まあなかなかね、こういう雑誌って、検証ね、ついてるんですけども、わからない人が多いと思うんですよね。これはね、この雑誌は僕ね、公的施設、これはあれですね、宮城県の古川市に行った時にね、ちょっとそういう公的な施設があって、そこでこれ入手したんですよ。で、これ一回入手するとね、一回入手して、検証、はがきで送るんですけどね。はがきで送ると、次回もね、送付をこう、お願いしますっていう、こう、チェック欄があるんですよ、箱に。で、それチェック してると、もう自動的にこれ届くんですよ。だからですね、いろんなね、公的施設とかね、まあ、公的施設が一番おすすめかな。そういうところへ行くと、いろんなね、フリーペーパーだったり、イベントの情報とかね、そういうのがたくさん置いてありますから、ネットだけだとね、なかなか発見できないのもいっぱいあるんですよ。だからね、ぜひ、まあ、いろいろお仕事とかでもね、忙しいと思いますけども、出入りしてみてね、いろんな、フリーペーパーをちょっとゲットして、こういうね、色紙を、ゲットするのも、まあ今ね、2024年の、もう9月ですからね、これサイン書いてくれたのはもう1年以上前なんですけども、まあそういうものがね、巡り巡って、当たったという動画で、ございました。それじゃあね、もう夜中の1時過ぎてるんで、眠らせていただきたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。それじゃあね、おやすみなさい。バイバーイ。